1964年撮影。シャングリラスは1960年代に活躍したアメリカのアイドルグループである。1963年にハイスクールの同級生だったベティとメアリーのウェイス姉妹、メリーマージのガンザー姉妹の4人によって結成されスマッシュレーベルでデビュー。1960年代のガールズポップスグループの中でもカルトな人気が高い。 プロデューサーのシャドウ・モートンによる当時の他のガールグループとは違う不良っぽさとワイルドさを全面に押し出し成功を収めた。歌の内容も思春期の孤独、疎外感、視野行き通り、悪をテーマにした陰影のある曲を出していた。メンバーは4人であったにもかかわらず、ベティが極度の舞台恐怖症であったがために3人で写真やコンサートを行わざるを得なかった。メンバーが 通常三人と思われているのはそのためである。トゥイステッドシスターがリーダーオブザパックをエアロスミスがリメンバーナギさの思い出をカバーしている。1966年を最後にヒットが出ず、所属事務所との間に金銭トラブルも発生し、訴訟問題にまで発展。またメリーアンは1970年3月14日、農園にかかり、帰らぬ人となった。